こんばんは。15分だけ配信します。これは中村舞ちゃんの腕です。肘関節だって外カメラにしたの。そうだよ。でも映ってないよ。だって顔映したくないもん。これは舞ちゃんの肘です。こんぐらいの大きさです。こんぐらいです美しい肘だな。だってよかったね。もっと舞ちゃんが皆さん今日はどんな一日を過ごしたか。麦ちゃんはさっきまでちょっと2時間ぐらい寝てたら舞ちゃんに起こされたので起きました。おはようございますおはようございます。中学生の中村舞さん、おはようございます。中学生、中学生やろ。なんでツイッターしてないけん。そう、中学生中学生だからね。ツイッターできない。中村舞さんっていう体にしてまだね。未成年は仕方ないよね。17歳にならんとね。真面目な理由ありますよ。そうなんですよ。のんちゃんと同じやな。そう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 。これバンされんかな。舞ちゃんの肘しか映ってないけど。ダメだよ、バンされるよ。分からんよ。カメで目だけ映すときに仕事ったよか。いやだよ、外カメとか余計ブスじゃん。そう、あったかそうな毛布です。これで寝たら干からびました。オキポです。オキポです。オキポです。映ってないよ。舞ちゃんの髪の毛です。髪質チェック入ります。いいですか。自分の髪的にはどうですか。痛んどう、かわいそうに。やめてや。血しよう。血しよう、どういうこと。中村舞の血しよう。血しよう、何があったらそんな言葉が出てくるこれつけなよ。つけても見えんて。そうだよ。あ、中村さん、おやすみなさい。ご飯食べましょう後で。よいしょ。ちょっと目だけ、ちょっと顔がやばいので申し訳ない。いた。うつらんて。やめてよ。前髪だけはやめてよ。髪の毛もボサボサですね。この15分身のない配信になります。キュウも寝起きなん。キュウは起きてます多分。ずっと起きてます。ずっと。何が見かけだ。ご飯食べたの。なんか夕方ぐらいに食べたんですよ。だからお腹空いて。4時とかね。そう。2時間配信して体力ゼロだから2時間配信した。中村級大変。
お疲れ様です。お疲れ様で。配信って意外となんかお腹すくんですよね。体力使って喋るからかな。時々歌って、愛があれば大きい時、チチチチチルチュチチチチ。メールが、お休みメールが送れなくて申し訳ない。お腹すいた。何食べようかな。おきけ、おきけですよ。穴でわかったって何？何何どういうこと？何穴でわかったって壁？壁、壁の穴が、私の家が壁の穴で分かってしまった。現住所が、この穴はね、ちょっとあれなんですよ。秘密の穴なんですよ。あら、秘密の穴。早く直してもらわんといけんのよ。いろいろあってね、穴が開いてしまったんです。腹式呼吸。やめてよ。膝、あ、肘。私も今映した。肘映してる。映した。肘が映ってる。やめてよ。肘だけだよ。肘も NG な。本当に肘 NG だと思っとる。あ、キティちゃん映すもんがないんや。あ、注射の予防接種の後ワイもあるよ。剥がしてみて。いいの？あら、あ、分からんね。でもなんか蚊に刺されたみたいな。はい、痒い。私もあるよ。じゃあ剥がす儀式しよう。剥がす儀式。顔映さんでね。どこ？ここ。剥がすよ。変な体勢だね。痛い痛い痛い。え？あたたた、痒い。あ、血ついとるよ。血ついとる。おもろい。え、つき方一緒。本当だ。本当だ。これ映さん方がいいけどね。血のつき方一緒。そういうもんなのかな。そういうもんか。今日予防接種行ってきたんですよ、メンバーみんなで。ね。さあ、なんか自分だけさ、めっちゃ遅くてさ、一番最後ぐらいにやってさ、もう待合室行ったら誰もおらんくて、舞ちゃんだけ待っててくれてたっていう。あの話したらいけんの。なんか体温計が全然測れなくて、私結構早めに行ったんですけど、なんか後から来た人にもうどんどん追い抜かされてって、一番最後ぐらいにやったんですよ。なんかずっとエラーになっててそしたらなんか看護師さんに脇汗かいてますって言われてえーってまさかさ、かいてるかもしれませんって言いながら。でも私本当にね、普段はね本当に脇汗かかん人なんよ。こういう話したくないけど、本当に本当にかかん人なんよ。でもなんかその時に限ってなんかめっちゃ言われて、
なんかしかもあんな大勢のメンバーの前でね、脇汗かいてます沖さん脇汗かいてますって言われて、もうね、磯貝さん大爆笑みたいな。面白かった。恥ずかしいよ本当に。私はあれは体温計のせいだと信じたいんだけどね。測れてたのは測れてた、でも全部32度みたいな。意外と15分が遅い。マニタイドね。今日だけ。今日だけ。ギリギリ。あ、ちょっとこっち向かんで、すごい哀愁漂う後ろ姿してる。かわいそうに、嫌なことでもあったのかい？ないよ、かわいそうに。なんて哀愁漂ってるんだ。冬眠できなかったクマみたいだ。マイキューの疲れた人生相談室。幽霊タクシーの真似できる。やってみて。でも顔写していい？地味に写してないけど、肩までしか。それ写していいやつ？なんなん。ゴミにしてとこ、ゴミ箱してとこ。ちっちゃい頃さ、うん、お母さんとかにゴミあげらなかった？あげてた。お母さんゴミ捨ててくれた絶対。なんか失礼よな。ゴミって失礼よな。お母さんゴミ箱じゃないのにさ。でも子供はゴミ持ってても手でぐちゃぐちゃするだけだからな。それな。あきちゃんさ、部屋が汚いけんベッドしか安心できる場所がないんよね。確かに、ここら辺の時とちょっと事故するめっちゃ痛いんよ。なんか冬場がさ、なんか硬いもんが多いけんさ、舞ちゃんとこは逆にベッドの上が一番安心できんとこだけどさ。そうかな。うん、なんか人形いっぱい置いてるけんさ、すっごい足の踏み場がない。そんな見渡さんでや恥ずかしいけん。もうバリーさんのとこは可愛い。あそこだけね、あ、掃除するといつもあそこしか掃除してない。私も映すと。うん、おやすみなさい。あと1分で15分です。じゃあそろそろ壇上読んで終わります。まあこの配信特に意味はないですね。マイキーおやすみ。寝るの？おやすみ。じゃあそろそろランキングを読みます。いや、お腹すいた、本当にやばいっすね、やばいっすね。13位がパパパンダさん、ありがとうございます。12位がクッキーさん、ありがとうございます。11位がノンさん、ありがとうございます。10位が募金の人かっこ本物さん、ありがとうございます。9位がムルさん、ありがとうございます。8位がチャンツーさん、ありがとうございます。7位がマッピさん、ありがとうございます。6位がニコちゃん、ありがとうございます。5位が、あ、ランキングが変わった、読んでない人だけ読みます。中澤さん、ありがとうございます。ノンさん、ありがとうございます。そして6位がモンブランさん、ありがとうございます。5位が台湾夜嵐さん、ありがとうございます。4位が市下さん、ありがとうございます。3位がコバチャさん、ありがとうございます。2位がトウさん、ありがとうございます。そして1位がウサさんでした。ありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。意味のない配信でした。バイ、チャラポーン。
マイキュー、バー。挨拶、おやすみなさいの挨拶。See you, baby. 謎すぎた。バイバイ、カニ。カニ。